はい、再びアークの世界へ戻ってきました。続きをやっていきましょう。前回ですね、こちらご先祖様ギガントピテクスを、ティムることができました。仲間に入れることができまして、これね、素晴らしいんですけど、これ乗れるんですよね。 頭の上っていうか首元に 肩車できるっていうね。いやー、これはありがたいね。悟るとか必要ないっちゅうのが、まあとても助かりますけども、パンチもできるね。パンチもできる。ハンマーパンチも繰り出せることができるので、これは結構頼もしいですね。本当に頼もしい。いい感じ。この状態で、何組んだろうな。やっぱり、メジョベリーなのかな。メジョベリー限定だとちょっと辛い気がする。いろいろ渡しとこうか。じゃあ、今からですね、ようやくだけど、ミドルチャンパー、攻めに行きたいと思います。ミドルチャンパー。行くぞー。わあ、すごい。わあ、めっちゃ集めてくれるなー。 これでお腹に減るってことはないね。お腹減るってことはないね。これは楽だ。レベルが今5か。さあ、ミドルチャンパー目前まで来てはいますが、どのようにして川を渡るかが重要だ。メガピラニアとかいたらね、ちょっと怖いんで。サーベルタイガーサソリもいるわ。わあ、カルノタウルスもいる。なんとしてでもこの川を渡りたい。こうやって高いところ登れちゃうんだよね。ジャンプはできなくても。これが強みだ。他にない恐竜の強み。おお、びっくりした。大丈夫か？戦ってる。レベルアップ。やったー。体力700超え。718。 OK、 上げていきましょう。ケレン犬が1匹いるけど、ちょい行くか。今のうち。泳げるんかな、ご先祖様。メガピーがいないことを願う。メガピー。危険区域。テリジノさんとカルノタウルスがいるね。ケレン犬が泳いできた。さすがにケレン犬も水中だとスピードは劣るよね。よっしゃ、行こう。泳げる。ご先祖様泳げる。いけ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 。やったー。難関一つ突破。川を突破したぞ。2人なら突破できる。どんなことも困難も。行くぞご先祖様。なんかいる。
わあ、なんか危険なやついる。テリジノさんかな、あれは。あ、もうここだ。ここだ。来た。ついにミドルチャンパー来た。二人で攻めに行こうじゃないか。あららららららら。あれ、ミドルチャンパー奥っていうかレックスいた。あれはレックスだ。やべえ、難関にレックス現れた。目と鼻の先だと思うんだけど、ちょうどレックスいるな。アルゲンさん2体とレックスが戦ってますが、レックス倒れてくんねえかな。さあ、アルゲンさん3体が死にましたね。やっぱレックス強い。うわ、こっち来てる。え、嘘、何それ、なんでぶん投げたの、何今の、なんか投げられちゃったんだけど。レックス近づいてきた。エル、すぐそこだと思うんだけどな。あ、この辺か。来た、サーベルタイガー来た。パンチバリアを倒した。強いぞ。さあ、ここだここだここだ。来た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 、ようやく来た。さあ、時間かかったな、ミドルチャンパー。じゃあ今からミドルチャンパー、ご先祖様と一緒に突入していきます。いかなるところなんだろう。